ゼロ羊。また何なの。いや、こんな当たらんって。おーい、やったー。もしかしてご主人様。はい、マッチャージ完了いたしました。完了。まずはじゃあここでお互いプラスにしましょう。プラスにしよう。僕も今 A 室なんで。ということで後半戦いきます。いくぞ。いや緊張感あるな。やっぱりアラジンチャンスはあるか。あ、ちょっと待って、音でかい。いくよ。何色？黄色。あ、黄色は結構いいなって思うのが、うん、ヒョウベルもいいし、ベルチェリーもいいし、スイカベルもいいんで、結構ベル絡みのレア役はね、チャンスあるね。うん、個数あります。言ってたらなんか引いたよ。お、ヒョウベル、やった。いやすごい早い今回は。見て、ラスト66ゲームでこれ。あ、もうご主人様のための上乗せじゃないですか。あー、もうやっぱマッチャージ社会があったよ。やっぱりか。もちろん合体させるよね。させるよ。じゃんけんチャンス、初めてこれ。もう確定してるみたいなもんなんでね。で、こっからよね。おゲーム。さあ、そしてここよ。こっからよね。オシジュンベル以外。はい、オシジュンベル以外。うん、ご主人ベル以外ね。あ、ご主人様、まあ5ゲームありますけど、まだまだ、まあ、あと2ゲームありますけど。はい、はい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 。70%。あ、チャンス目だ。すげー。おー、チャンス目。え、ちょっと待って待って待って。15はでかいよ。これがうわ、桁乗せだったら155ゲームね。桁乗せで、掛け乗せでも75ゲーム。おでかい。でかいね。どっちだ？いくよ。どっちだ？どっちだ？普通の合体じゃない、超だ。お、やった。おー、すげえ。すごい。あ、またなんか引いた。え、まだ続くからね。うん、あ、なんか。ベルナビーが引いた。あー、ダメか。いや、でも155の上乗せ、お見事。でかさあ、というわけでこちらはですね、1セット目終わりましたんで、はい、2セット目があるかどうか。はい、入ります。おっ、始めようぜ。始めてよ。早速発展。欲しい。あ、行った。はい、おさあ、これでこっちももう状態突入しましたんで、はい、まあ、投資が今16本なんで800枚、うん、余裕だな。おし、来たよ。あ、太陽役。太陽役来たよ。よっしゃ。いや、うまいね。相性いいんじゃないその機種実は。今回結構うまくやれてるよ。できたね。で、絶対合体に入るから、うん、そこね、さっきみたいに15ゲームとかしたらやばい。まだゲーム数たっぷりあるもんね。あるよ。あー、今回は厳しいか。うわー、これでもね、継続することあるんですよ、この後。しないか。はい、2セット目終了でございます。現在参加費5枚。ちょっと30ゲーム近くになるとね、怖くなってくるんですよ。だいたい何ゲームくらいまで。だいたい30前後までには次が来る感じですね、うん、なるほど。さあ、頼むよ。ああ、大丈夫。ほら、喋るんだ。これ喋るんですよ、連続演出。
まあ、一応チャンスなんですけど、まあ、喋る内容によっては濃厚だったりします。何かな何かなって言った？何かな何かな、喋れば、まあ、AC の前置調査だったり、まあ、本編調査だったり、まあ、なんかこういろいろ状態下だったりとかあります。暑い暑い。さあ、まあ、3セット目間違いないと思います。何も言わないけど、よかった。終わるわけないじゃない、そんな簡単に。そうだよね。また行ったよ。やるね。ショーベルで行った。なんか今日ほらオープニングで今までの終始ちょっと発表したじゃないですか。うん、でも意外だったと思うんですよ。1万枚以上プラスだったっていうのは。それを聞いて余計なんかこう、うん、やれるんじゃないかっていう気がしてきた。僕はちょっとね、自信ついてきたかもしれない。なんかご主人様やっぱり大事なところで弾けてるイメージあるんで、うん、頼もしく見えてます今日。まあ優秀な羊の主だからね。今見えてなかったと思うんですけど、頼もしく見えてますって言ったご主人様がうなずいたんです。かっこよかったです。よく見てた。たまにイケメンっぽいとこありますね。あ、継続した。たまにじゃないでしょ、俺がイケメンなのは。たまにですよ、たまにですよ。いつもだよ。継続したよ、初めて。この間僕それ20ゲームぐらい続きました。そんな続くことあんの？続きました。マジで？はい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 。わあ、いいね、気持ちいい。気持ちいいね。さあ、どっちだ。20ゲーム。めっちゃいい感じですよ、でもね。おお、いい感じ。残り何ゲームあるんですか？まだ行く。お、まだ行く。212ゲーム今。すごい。すごいすごい。すごいね。30取った。あ。35がいい。面白そう。ああ、15。まだ合体ゾーン中ですからね。そうだよ。うわー、引いてる。うわあ、広げるか。2、そこは超になるんじゃない？2だから。なるか。25？ 今日で25。うん、おお、いい足です。よーい、すごいすごいすごい。乗せましたね、結構。乗せたね、今回はだいぶ。チャンス目。チャンス目。ちょっと苦手なとこありますよね、チャンス目がね。そうだね、あんま引いてない。さあ、こちらは3セット目が終了になります。はい。夏っぽいこと何もしてないの？夏っぽいこと？何にもしてないです。マジか。夏っぽいこと。まあ、もともとそんな夏好きじゃないか。夏は外に出たくないぐらいですね。そうだよね、まあ俺も好きじゃないしな。こういうことか、少ないな。あー、終わってしまった。え、嘘。3セットでした。しょぼい。マジか。全然伸ばせない。そうだよ、一緒に合体してるよ。もうほら、ご主人様アクエリオンちょっと好きになっちゃってる。好きになっちゃったよね、この段。え、すごいね、だってこんな簡単にお乗せする段なかなか。あー、15。
うわ、全然ゲーム数減ってなくないですか。全然減ってないよ。完全に今回はご主人様の回でございます。皆様、いや、よかった。開けるように座っていただいて、これまた2人でアクエリオンじゃないっていうのが良かったかもしれない。逆に、はい、一応200ゲームね、うん、AC 降格移行の抽選はあるんで上がってるかもというところ、ちょっと演出がついてますね。おお、上がってた青ラクダ。お、マジでここ当てたい。いやー、当てて欲しいよ。もしメダルで当てたい。おー、頼むよ。来た、青ラクダ。当たりました。もう蝶々が出たら当たれんだ。蝶々はチェリー対応なんで、チェリーが出てない時点で当たりで、あー、なるほど。もしメダルで3回目の当たりになります、うん、うわー、やったー。普通に AC 降格からアラちゃん取ったの初めてですね。両方ともボーナスボーナスだったんで、あ、そっかそっか。よし、ご主人様も相変わらず引けてますね。引いてるよ。今いい時間ですよ、2人とも。うん、でもとっくにプラス域に入ってますね、ご主人様ね。これはプラスになってる。よしよし、いいぞ。よしよしよし、すげえなー。うん、おめえすげえなー。悟空すげえよ、本当に。なんか最初は上乗せゲーム数も5ゲームとか少ないし、うん、なんかその合体ゾーンも5ゲームしかないし、うん、と思ってたけど、うん、こう見たら結構それがちょうどいいっすよね。そうだね、確かにね。それが頻繁に来る方が楽しいですもんね。うんうん、そう思う。ていうか、いやー、マジで小学生の頃放課後居残りして、はい、一生懸命服を覚えたのがこうやってね、ここに生きてきた。ここに生きるとはね。小学校で覚えた服やっと生きた。呪文のように覚えてる。そうですか。さあ、3回目のアラちゃん1セットで終了です。状態準備に参ります。なにぃ、アラジンランプが一瞬点滅しました。すごい、めっちゃなんか、あ、気持ちいい。こっちも気持ちいいわ。負けとらんぞ。絶頂感じたような。なんかカレーライスを食べた後って、はい、その日半日ぐらい、うん、ちょっとカレーの感じが胃の中とか口の中に残るじゃないですか、うんうん、それが好き。好きなんだ、いいことだね。それが好き、はい。俺もカレー、あー、最近カレー作ってないな。カレー作ってないのか、最近。カレー作りてー。何入れますか、トマト。ほんとね、トマト、じゃがいも、ナス、ヤングコーン。この間お話ししたほうれん草も入れてあげましょう、今度は。あー、いいね、ほうれん草入れてあげましょう。うん、出た。キノコも入れるかな。ダメでした。え、だから当たってたんじゃないの。いや、当たり確定って多分なくて、演出的にあの AC 降格の示唆とか状態の示唆なんですよ、あくまでも。あ、だから結局当選率は高いところにいても当てなきゃ意味がないっていうところで。うわ、マジか。でも濃厚なんだと思ってた。寺井さんって、うん、ご飯は結構食べる方なんか、食、そのご飯の米、うん、そう、普通かな。こう勝手なイメージだけど、うん、めっちゃご飯食べそうなイメージだね。確かにね、ご飯好きそうな顔してますもんね、うん、まあ、めっちゃ食べるときは多分食べるけど。でも寺井さん結構ね、うん、辛いのが苦手だったりお酒苦手だったり、味覚的にはちょっと少年のようなとこありますよ、ね、うん、そうだね、お酒とかも。おお、よかった。ありがとう、寺井さん。知ってた、寺井さん。67ゲーム、落ちメダル。よかった。
キビキバコシニー様獲得枚数一撃1000枚オーバー、1000枚超えた。しかもまだ100ゲーム以上残してセット数もあるっていう状況ですね。はい、ありますよ。素晴らしいですね。頑張ってるよ。でかいの来たよ。わ、115か55。でかいの来たよ。またこれ桁乗せだったら200いきますよね、残りゲーム。いくよ。超でこい、超でこい、超でこい。あ、それでも55。でかい。すごいね。よし。やるね。やった。157。状態には入れました。よかったよ。もう今のご主人様のよかったよ、すごい人ごとのようなよかったよですね。よかったメダルに運びながらよかったよ。よかった、本当によかった、本当にそう思ったよかった、よかったです、本当によかった、よかった、ありがとうございます。そんな喜んでもらえてよかったです。本当に安心しました。バー出しますわ、ここから。いや、お願いします。本当に今日これもう勝ち確じゃない？勝ち確だよ、2人でトータルはね。うん、うん、お、チャンス。いや、もうこれ声出ただけで熱いですか。うわー、やった。お、絶対大丈夫。4セット目いいね。やった、今日初めて3セット超えました。気持ちいい。10か、今日一番でかいのは11っていうのがありましたね。うわー、でも8、5、10。終わった。デフォルト、そうですね。いや、一撃1899枚はこれ見事ですよ。よく出しました。ここまで行ったらもう行きたかったけどね。でも今日初打ちですもんね、うん、いい AT 消化できたし、また次の目標できたんじゃないですか。いや、できた、楽しかったです。もうこれで今日負けることはないと思うので。そうだね、あと通常時楽しむなり、うん、もうさせてもらいます。見えない。9連でした。あ、終わった、終わった。1000枚くらいかな。まあ、まくったのはまくった。多分今2人合計で3000枚近く、まあ、2000枚以上は軽く出てる。2000枚はある。で、ここがプラスになったんで、はい、ちょっともうこれまた追ってマイナスになるよりはちょうどいいかなと思うんで、うん、ここで交換したいと思います。やったね。完全に初めてリゼロ打ってみようと思います。あ、ちょっとカスタムしよう、先読みにしよう。お、赤いよ、赤いよ。えい、お、ブルブルってしてるよ。かわいい。ああ、倒れてくれた。鬼が、鬼がかり。お、信頼度 70%、 ありがとうございます。お、いきなり、いきなり熱いの来た。お、当たりたい、当たりたい。お、鬼保留 55% か。
ダッシュ。当たる当たる。70%。 いや 70% ならいけるやろ。いけたー、当たったー。やったー、結構ぬるっと当たった。音でかごめんなさい。やったー、絶対入れないと。 55%。これ3連発出たらでかいぞ。いやーマジでお願いします。え、嘘、え、やば、え、もうラッシュ取ったってこと。やば、やった、55% 取ったってことっすか。お、すげえ、すごっ、やばっ、え、すごっ。鬼が勝っちゃってるよ。鬼が勝っちゃったね。ちゃんと弾流れろよ。なんか弾打たなきゃいけないときに弾詰まったりしてさ、怖い。お願い、何もない。やばい、50切った。もう3発は避けたいって。リスタート。あ、え、あ、あ、はい、すごい。いっ、あ、当たらん。2、1、あ、なんで当たらん。当たれ当たれ当たれ。よし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 。いや、一撃1500発でかいね。鬼がかりらしい。続く。あー、これでちょっと波乗ってほしいな。あかー、すごい、これ久しぶりだな。こんなパチンコですぐ当たっていけいけなったら、本当にここ最近パチンコでも全然ダメだったからさ。ドドンマ、うわー、当たった。よいしょ、あ、えぇ、おー、飛んで、いた、1万発いった。え、めっちゃすごいですね、この台。え、やばー、すごいやん。え、嘘でしょ。え、嘘でしょ。うわ、初めて打った俺。え、めっちゃ出た。もう1万パス出とるやん。うん、スロット何やったん。うわ、何やったん。すげえ、すごい、よかったですね。
すごいね。全然いいですよ僕は。あ、いいんで、もうご主人様の分なんで。あ、いやいや全然大丈夫なんで。あ、うん、なんかね、うん、すげー、うん、なんかアイスでもね、うん、今日ヘアアイロン忘れちゃって、髪の毛ヨレヨレでコンディション悪かったのに、いつもより魔力強い今日。あー終わるのかー。うわー揃った。うわマジで2万発いく？これ、うわー耐えたー、耐えたー、耐えてしまったー、超えましたー、2万玉。終わった。いやー出たねー、ありがとうございました。いやーびっくりや、正直アクエリオンでだいぶ今日は満足してたからね、おまけの方が大きくなっちゃった。獲得的には18672玉。やったねー。はい、実践終了でございます、はい、お疲れ様でした。おつむじ、いやいや、ちょっとすみません。いくらで当たったんですか？2500円かな。2500円、うん、で18000発。うん、ちょっと待って、うん、結構スロット今日頑張りました。アクエリオン初打ちで頑張って勝ちました、はい、頑張ったかめっちゃある。なんとかアラジンエースクラシックプラスで終わりました、うん、終わったね。で18000発。もうそっちやん、手玉のメインが今日塗り替えちゃった。こんなこと初めて。俺もいや俺もじゃなくて俺も初めてこんなこと。ちょっとじゃあまずスロットの方からね、うん、お話しましょうか、はい。僕の方がですね800枚の投資で1018枚交換できたので、はい、プラス218枚でした。いやお見事、218枚プラス。やった、ね、でご主人様が、はい、いや俺様がアクエリオンを売って、はい、投資が12本、600枚、はい、600枚、うん、回収が1670枚。なんでもう1000枚ぐらい、1070枚プラス、はい、お見事。1070、やったー。ってことは、今回第6戦目も我々勝利ということで、はい、視聴者プレゼントの人数がプラス6名されましたので、これで合計24名様に、はい、プレゼントさせていただきます。で今物がないんですけれども、うん、ちょっと配信で間に合えばね、一応こういったものを、プレゼントする予定となっておりますので、ご希望の方はですね、まあ、概要欄の方見ていただいてもいいかなと思います。応募してください。はい、さあというわけで何はともあれね、はい、今日は2人ともプラス収支ですよ、はい。まあ、ペロヒツジのこれまでの収支をオープニングでちょっと話したじゃないですか、うん、でやっぱ我々この企画と相性がいいんだっていうのを改めて感じたし、うん、ご主人様特にね大きい枚数これまで実は出されてましたっていうところで、今日まさにそれを証明される実践ができたんじゃないかと思って、うん、私も羊として誇りに思います。さすがでございます。シーさんがあってこそだから。いや今日はお見事でした。ありがとう。というわけで今日は暑い中の収録でしたけれども、うん、次はちょっと涼しくなってればいいなというところで、ご主人様次回もよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました、うん、次もまた頼むね。はい、うん、じゃあ次回もお楽しみにね。ありがとう。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いしますね。よろしくお願いいたします。